はい、皆さんこんにちは、アチでございます。PJ88 のサバシですね、パート52をね、やっていきたいと思います。ちょっとキャンプしちゃいましたけど、皆さんのレベルね、シャフルナーさん以外上がってましたので、まあシャフルナーさんもですね、前のレベルアップからは、寝てなかったので、これでちょうどいいかなという感じですね。チップだっけ、いや寝るか。はい、前でバタンと横になったでね、ちょっとね、病み上がりなんでね、声がね、おかしかったら許してください。まあ、日頃の声もね、結構おかしいんでね、まあ、いいかなっていう感じなんですけども。あとね、唾の毛とかね、ひょっとしたらね、入るかもしれない。ゴキュゴキュ言うかもしれないんで、ちょっと、お許しくださいね。さあ、レベルがね、19になったらね、アジリティも上がってね、食らいにくくなってんじゃないなとは思うんですけど、さあ、どうでしょう。おお、当たるね、もう、本当に。あ、外れるね。当たるね、当たる当たる。ウッディーンがね、外れるとね、ちょっとね、びっくりしちゃうんですけどね。やつ外れたら、他の人当たんないじゃないって思うんですけどね。さっきのもん来ましたよ。まあ、強いんでしょうね、これね。あ、呼ばれちゃった。あ、大丈夫、これ大丈夫ね。さあ、ここにひょっとして、また出店みたいなのがあったら嬉しいんだけどね。ちょっと、あら、まだダメージ食らうのね。まだ当たんのね。これ、武器ってのが結局200ぐらい食らっちゃうんでね、一発。ちょっと嫌なんですけど。うわぁ、瀕死のやつ攻撃してほしいんですけどね、先にね。それにダメージ食らったと思ったら、ショックでかいもんね。もうね、アーベルさん、そっちのけですね、皆さんね。あ、でも、ウルがやってくれたか。よかったね、本当に。あー、ウルさん生まれ変わったわ、本当に。400超えるもんね、いいわ。またこの感じね。あー、黒いところがあって、入っていったら誰かいるみたいな。ボス戦になったら嫌だな。ちょっとさっき、あら、あ、いっぺん来てるのか、私は。そういうことか。来て急いで逃げたのかな。もう覚えてないね。うん。あ、でも、バカにはなるのかな。あ、なったな。多分魔法もね、アジリティだと思うんですよね。このゲーム多分パラメータってそんな隠しパラメータなんかないような気がするんだけど。きっとね。いいのか悪いのか、わからない返事がですね。ああ、よかったね。結果的には良かったのかな。おお。いい、すごい楽勝じゃない。で、おう、で、こっちがあって、あー、まあまあ適当に攻めていきましょうか。あー、もうカッパは楽勝だね。3吐くんですからね、なんでもありな気もするんですけどね。いや、彼と喋ってますね。金の門に来れたらいい度胸だ。そうね。あら、
はいはいはい。で、こうね、ああ、もう彼は用なしと。で、次はこちらかな。あ、違うね。もうモンスターの相手はしなくていいよね。ああ、うんうん。そうね、そうね。あ、そうだね、こうだね。あ、操船者相手しなくていいでしょう。ああ、まあまあ、呼び止められましたけど。まあ、負けないもんね。これだったらいいんじゃないですかね。ちょっとね、相手強いとこ向かってますけどね、マーディさんね。あっちはウッディンさんでいいのかなという気もするんですけど。戦闘立つとね、もう本当に良くないですよね。戦闘ルにしたいな。お、シャフナーズさんレベルアップしましたね。でこれ入ったよね、前ね。で条件足んないんだよね、これね。あ、そうそう、なんかがないんだわ。はい、おお、8曲入ったね。まだ開けられない。まだ開けられない。まだ開けられない。え、なんでだっけ？なんで開けられないんだろう。あれ？何かいるから開けられないっていう感じじゃないね。この金のもんだけで解決できるものなのかな。まあなんかね、どう見てもあの中のね、お偉いさんと一戦交えそうな雰囲気だけどね。うん、強いね。もういいわ、本当に。あら、あ、やっぱ何か足んないんだねこれね。この人ずっとこんなになってるけど、こうすると上に来るでしょ。これ壁めり込んで上まで来ないかな。やらない方がいいよね。止まるかも分かんないもんね。またあのアルバイトするでね、するって言うでね、ゲームオーバーになるの嫌だからね。本当にね、悪意を感じるよね、作ってる人間のね。まあいっか、じゃあとりあえず出ましょうね。さあ、じゃあこっちはもういいとして、とりあえずできることはと、あ、開けてるね、開けてるので、あと、あ、もう金の人って解放したかな。じゃあしてるよね。そっ、あ、してるしてる。オルムの陣はいたかっと。オルムの陣でどこだっけ。あ、陣はあったね。あ、じゃあ今オルムの陣行ったらいいのかな。オルムの陣に行ったらいいのかな。
いしょ。さあ、あ、止められちゃった。さてね、ちょっとカンニングしますよ。あら、あらららら、あ、どうやって見たいんだろう。履歴おったいんだよね、多分。ありゃ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 。あ、なんか。何がなんやらさっぱりわかんないんだけど。このまま、ここのままな強いぞって出口言われてもね。ちょっと待ってね。あら、ほんとすごい、すごい履歴の数が。あ、ここね、あ、ん？ここなんかやった気がするね。あれ？ここ入ったよね。はい。あ、あ、そうだそうだ。蛇の鳥でね。蛇の鳥出てどうしたっけ。あ、なんかあったんだけど全然覚えてない。あ、でも入ってないでしょうね、こんだけ強い敵だから。多分入ってない気がするんですけどね。あ、そうか。あ、そうだね、ブラウザのね、今ブラウザを見てたんですけど、履歴をね、消えてたんで。そうだ、私風邪ひいたからすごく病院探してたんだわ。それがいっぱいな、いっぱい出てきてわかんないからもう直接行っちゃいましょう。お気に入りに入れとくべきだね、これね。あ、これか。で、マラメリア、なんちゃらの陣だね。あ、オルムの陣か。これ抜けていこうか。うん、そうだね、これ抜けていきましょう。ただオルムの陣に行ったらいいよね。あれで多分条件が動いてる気がするんですけどね。なんか記憶うっすらあんだけどね、これね、来た記憶があんだけど。マカラの涙、敵から姿を見に、あ、もうこれ手に入れたんじゃない？マカラの涙をね。あ、多分そうだ。これもう手に入れてるよ。どうしよう。貧乏症がすごくうずくんだけどね。あー、開いてる開いてる。もうやめよう。もう、徹底的に調べないと気が済まないっていうね。それが、もううずうずしちゃったんですけど、うん、やめときましょうね。多分時間の無駄なんでね。じゃ あ、 ここね、これだね、多分これで向こう抜けんだけど、めっちゃ強いんでしょうね。はいはいはい、で入りますね。で、近道の洞窟ね。あーった。あ、そう、ここは近道の洞窟じゃと。どう行こう。うわー、なんかこっちから行っちゃおう。ああ、こっち行っちゃおう。もう道迷いそうだわ、ただでさえ。よいしょ。どこが近道だ。十分道に迷うと、あ、激しく同意いたしますね。ほんとそうだわ。あ、来た。あれ、
よかったまだ私でねあれシャフルナーズだとえらいこっちゃで本当にもう、そこでしばらく腐っていなさい本当にね。あウッディン、ウッディンもちょっと痛いな。何やばいんじゃない。今ウッディンもちょっと頭悪いから、まあまあよかったね。動いちゃダメよ、動いちゃダメよ。動かなかったらウッディンで追われるんでね。カッパのアーベルはねほっときましょう。うん、ウルさんやるね。もうウルさん優しいわ。私だったらしばらく放置だけどね、アーベルはね。もうあのままね。はい、おきたリンクメールプラス2なので、ちょっと待って、プラス3持ってるもんね。プラス2、プラス1、プラス1 すんごく嬉しくはないね。リングメール、はい、となるとアーベルだね。そうだね、もう売るはいいわね。で、何が余る？リングメールプラス1だもんね。そうだね、売るがプラス1持ってるもんね。そうね、やっぱあんま買わなくてもいいのかもわかんないね。こっちは違うね。おそらくあの岩どけて通るとこがあれなんでしょ、肝なんでしょうね。ほい、でお次ね。100くらった？帰り今2000超えたね。ウルさん暴力的だな。誰空いてる？のね、私覚えてないね。困っちゃったな。誰かバカになったのか。誰だ。アーベルかな。ほい、でこっちね、来てんのね。ここもね、きっと宝箱開いたかね。なんか結構ひょっとすると次のレベルもサクッと上がるかもしれない。もうなんかね、5600当たり前で入ってくるもんね、経験値がね。みんなバラバラだね、攻撃すんの。敵はマーディー最優先で来るのにね。逃げないとダメだよねこれね。いや、ウルも来たのね。そうなのね。あら、もう500で
500で赤くなるようになっちゃったね。マージーさんね、すごいヒールで1000超えちゃった。やっぱ割合か、最大ヒットポイントの何パーセントかなんでしょうね。こっち行こっか、こっち行っちゃおっか。なんもないね。また声かけられるんだろうね。あ、行けた行け。あ、でもダメだわこれ、絶対声かけられるわ。あら、あらら、あ、行けてね。あ、行けた行けた。はいはい。うん、でこっち、シャッフルなど死なないかいこれ。ああよかった、ああよかった、ああ、助けに行かないか、行かないわね。ああでも逃げれるからね、よかったね。ああでもやばいな、行けてるか。ああ微妙だな、微妙だな。あ、逃げないシャフルナーズ。あ、でも目標違うか。なんか違うみたいね、目標はね。あ、そっち行く？そっち行っちゃうか。はい、630ですね。お、来たー、宝箱。アセンティラね、安かったですね。で、お次は、よっこいっせと、ちょっとごめんなさいね。こっちは何かい？あ、またこれか。これ開けてみようか。はいはい。あっちまだ左下あったもんね。左下行った方が、行った方がよかったかな。あーねえ、どっちかね、あのね、なるんだったらあれだね、マーディがバカなのが一番マシだね。アーベルバカなっても困るしね。うわやばい、あーアーベルバカかなり困るわ。まあまともなってもこの程度なんだけどね。あ、言っちゃダメか。まあ結構ね、倒してくれたからね。アーベルさんね。はいはい、よいしょ。これは出口までは行けなかったんですよね。これ出口になるかな。あ、出口になっちゃったね。一応プートスに触ってみましょうか。あ、時間よくなってますね。
じゃあね、この辺で終わっておきましょうかね。ピジャー88のサバッシュですね、パート52、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。